もう一つの事実は、2017年1月22日に放送されたミートザプレスのインタビューにおいて、アメリカ合衆国大統領顧問、ケリーアン・コンウェイが行った発言で、ホワイトハウス報道官、ショーン・スパイサーのドナルド・トランプ大統領就任式に関する都議発言を擁護した言葉である。インタビューを行ったチャック・トットが、スパイサー報道官は、なぜ、 明らかな虚偽発言を行ったのかといただしたところ、コンウェイ顧問はもう一つの事実だったと答えた。それに対してトッドはもう一つの事実とは事実ではない。虚偽だと反論している。コンウェイ顧問が明らかに虚偽であるものをもう一つの事実という言葉を使って説明したことは、ソーシャルメディア上で広く嘲笑されたほか、ダンラザーやジル・エブラムス・オンといったジャーナリスト、 アメリカ公共関係協会といったメディア組織から大きく批判された。この言葉は二重思考、ニュースピークといった小説家、ジョージ・オーウェルのディストピア小説の作中の概念と広く重なることから2017年1月26日までに1984年の売り上げが9500%増加し、a m a z o n .com のベストセラーとなった。 日本においても売り上げが急上昇した。コンウェイは後にもう一つの事実を追加の事実と代替情報と定義して言葉の選択を擁護した。ありがとうございます。